ありがとうございます。大阪大学の石原と申します。よろしくお願いします。私の方からはここに書いていますように、感触を損なわずに弾性柔軟素材を触覚センサーにするという私たちのチームで作ってきました技術について紹介させていただきます。でこの技術を使いますと、例えばここの絵に出てますように、鏡のようなものがあると、でそこの表面にこうグミのようなものがペトッとついていると、ただそれだけのように見えるのに、そこをこう押したりずらしたりグリグリすると、それによって何かを操作できると、そういったことができるようになるという技術になっております。で私たちのチームで見ているビジョンというのは、何かが触れる、その全ての部分に触覚を入れたいということです。で私たちが住んでいる色のところというのは柔らかいものに溢れております。例えば左上にありますようなリビングとか寝室では、ソファーやベッドやクッションやカーペット部分すべて柔らかいと。また車の中でもシート部分やハンドル部分も柔らかい。また右上にありますようなオフィスでも、オフィスチェアやカーペットすべて柔らかいと。でまた一方で最近のロボットですね、ロボットも家の中で動き回っていろんなものにぶつかるということを前提にして何か機能を発揮するということにもなってきていますし、また真ん中の下にありますように産業用ロボットにおいても何かこう柔らかいものにこう優しく触れていって、それを扱うというところにもフォーカスがどんどん当たっております。また右下のようなコミュニケーションロボットにおいても、今までは人がなかなか触りづらかったそういうロボットではなくて、ロボットの方からむしろ優しく触っていくと、それによってコミュニケーションをどんどんいいものをしていくということになっていっております。とにかく今すでに私たちは柔らかいものに囲まれて生きておりますし、また今後もそれが減ることはなくて、むしろもっと柔らかいものは増えていくだろうと。でその時にその柔らかいところに触覚機能というものがついていれば、きっとその触覚のデータを活用してきっとものすごいサービスが活用できるということを見ております。ただしこういう柔らかいものにこう触覚センサーを入れていくという上では大きく分けて3つ課題がございます。1つ目は最適素材の活用という点です。柔らかい部分の素材とか構造というのは非常に多彩です。先ほど見ていただいたように、場所に応じて例えばゴムであったり綿のようなものであったりスポンジのようなものであったり、すべてその用途に適した特性を持つような柔らかいものが使われています。でこれを単一の素材に全て置き換えて触覚センサー機能を入れるというのは現実的ではありません。可能であればなるべくその素材はそのまま触覚センサーにしたいと。これが一つ目の課題としてあります。二つ目は表面の交換容易性です。柔らかいものというのは汚れがつきやすかったり傷がつきやすいという弱点があります。その時にこう柔らかい表面の中に複雑な配線が入って、その下の機械部分と密接にこうくっついていたりすると、壊れたのは柔らかい部分だけなのに、その機械部分との接合部分も合わせてこうまた一から作り変えなきゃいけないという、大変面倒くさいことになってしまうと。で可能でしたら柔らかいところが傷んだだけなので、そこの柔らかいところだけ剥がして、また柔らかい部分だけペタッと乗せると、それでまた新品同様の機能が戻ると、そういうことができると活用の幅が広がると、そういうことをしたいというのが課題の2つ目になります。課題の3つ目は表面感度です。柔らかいものというのは肉厚になればなるほど、その柔らかいものが持っている特性が生きてくるという一方で、肉厚になっていた時でもその表面近くの接触状態を知りたいと。そうですね、柔らかいものの下に触覚センサーが入っていて、その柔らかい肉厚なものをそこの状態しか取れないのではなくて、その柔らかいものの表面にどのような力がかかったのかと、そういうことが知りたいというのが課題の3つ目です。で大きく分けて以上のような課題がありますが、従来の触覚センサーというのはこれら3つの課題を解決できる方式がないという状況でした。でこの表に大まかに分けて6つの種類の触覚センサーと、それぞれの最適素材活用と表面交換容易性と表面感度の点での良し悪しというものをまとめております。まず上の方から1つずつ紹介していきます。まず1つ目の方式はセンサー下敷き方式で、これは薄くつぐった圧力センサーのようなものに肉厚な柔軟素材を乗せるという方式です。こうすると柔らかい素材自体は触覚センサーを構成するものではありませんので、何でも乗せられるという点で最適素材の活用性はいいと。で柔らかいものが傷んでもすぐ剥がして乗せ替えれるので、表面効果性も非常に良いと。
まあ、しかし素材が柔らかくなればなるほどその下に伝わる力というのは分散してしまいますので、まあ、素材が柔らかいほど感度が低くなってしまうという課題があります。上から2つ目の圧電柔軟材料方式というのは、例えば加わった力がそのまま電気に変わるような、電圧に変わるような間圧ゴムを用いるという方式です。でこれに関しましてはその間圧性のある材料を使わなければならないという縛りがありますので、今まで使っていた柔らかい素材というのをそのゴムに置き換えなきゃいけないという点で、最適素材の活用性は悪いというデメリットがあります。その代わりにその素材自体が柔らかい素材自体が触覚センサー機能を持っていますので、表面感度は非常に良いといういいところもあります。上から3つ目の電子部品、配線埋め込み方式というのは、柔らかい素材の中に何かその力に応じて抵抗値が変わったりするような部品を埋め込んで、そこから柔らかい素材の中に配線を通して、柔らかい素材の下にある機械なり、そちらの方で情報処理をするという方式です。これにしますと最適素材活用の点では、まずその柔らかい中に配線がうまく通せなければいけないという、配線が難しいという点が一つ弱点としてあります。またその表面柔らかいところが傷んだ時でも、その配線ごと全てやり直さなければいけないという点で、表面交換容易性は悪いと。表面感度の点でも、表面近くにその歪みゲージのようなものがあればあるほど感度はいいんですけども、そうするとこう表面に触った時に異物感があったりして、その素材が持っていたそのいい感触という点で特性が損なわれるというデメリットがございます。また4つ目の光学方式というのは、例えば透明な柔らかい素材の下にカメラを設置して、で柔らかい素材の表面部分に色がついたマーカーを入れておくという方式です。これによると上から加わった力によってその色のマーカーの配置が変わりますので、画面上の画像カメラで捉えられるイメージも変わると。でそれを使って推定するという方式です。でこちらは光のそういうふうに透過しなければいけないという縛りがありますので、最適素材の活用の点で弱点があるという状況です。また気体や液体を封入するという方式もあります。これは柔らかい素材の中に何か気体や液体が詰まった袋のようなものを入れておいて、そこの袋の一端に圧力の変化、気圧や液圧を計測するセンサーをつけておくという方式です。これによると上からこう押されたときにその気体や液体の圧力が高まりますので、それで押されたということを検知するというものですが、これは最適素材の活用の点では、その気体液体を密閉しなければならないと、密閉できるようなものじゃないとダメだという縛りがありますし、それを取り替えるときでもその漏れがないようにまた改めてその気体液体と圧力センサーのところをくっつけるという対策が困難という点で弱点があります。そして最後一番下の磁石埋め込み方式というのは、柔らかい素材の上の方に磁石を埋め込んでおくと、そして柔らかい素材の下に磁気センサーを入れておくという方式です。これによって上から押されるときに磁石の位置が動くと、それによって周囲の磁場が変わりますので、磁気センサーで計測できる値も変わると、それによって接触を検知するという方式ですが、これはその柔らかいものにその硬い磁石の粒を入れなければいけないという点で、その一番いい素材をそのまま使うという点で弱点があるという状況になっております。でこれに対しまして、この私たちのチームがこの度紹介します新技術の特徴というのは、全てそれを克服することができると、素材の特性を生かせる単純な方式で柔らかい素材を高感度センサーにするという方式になっております。でこの技術のセンサー方式の構成と特徴について、紹介していきたいと思います。このセンサーの方式を一言で言いますと、強磁性微粒子の3次元的な空間の位置を複数のコイルで推定するというものになっております。でこれがその仕組みの模式図と3つのメリットを紹介したものになっております。でこれは触覚センサーを横から見た図だと思っていただいて、その下の方には何か既存の製品の表面があると、例えば樹脂だったりガラスだったり木だったり、その柔軟素材を保持する面があって、その上に柔らかい素材をこう乗せて触覚センサーにするという大まかな構造です。でこの場合に柔軟素材保護面、黒で示しました四角の下に平面コイルとコンデンサが配線された回路基板を取り付けておきます。
それは例えば左下の図にありますようなフレキシブル基板、柔らかい基板の上にこう薄く実装することも可能です。これを保地面の裏に貼り付けておきます。で、表面からはそれが見えないと、単なる樹脂やガラスの木の表面があるように見えるだけという状況です。配線も上には一切出てきません。中の方で配線と情報処理を行います。その時に柔らかい素材、例えばゴムや綿やスポンジなど肌色で示しましたようなものの表面付近に鉄粉のような強磁性体磁石でくっつくような微粒子を混ぜ合わす、もしくは細い繊維の表面にまとわりつかせるということをやっておきます。そうすると表面で押されたり横にずれたりするときにその強磁性微粒子のある位置が3次元的に動きます。でその変化を下にあるコイルによって、コイルとコンデンサによる回路によって、回路の電磁気的な特性の変化によって推定するという方式になっています。でその柔軟素材シリコンゴム、透明なシリコンゴムの中に鉄の微粒子を入れたものをこう断面カットしたものを左上の図に示しております。このように鉄の微粒子自体もゴムの中に混ぜ合わせておりますので、それ自体も柔らかいので、上からこう何か棒で押し込んでもそのゴム自体も大きく変形する、つまり全体が柔らかいまま柔軟素材が繊細になっているという例です。ここでのメリット3つありまして、1つ目のメリットは柔らかい素材に混ぜておりますのが微粒子ですので、柔らかいものが持っているその素材の食感というものが損なわれないと。例えばこの次にお見せしますデモではマイクロメートルオーダーの鉄粉が混ぜられております。もちろんそれよりもっと粗い粒子でも食感は損なわれないという、その粒子ですのでいいという話です。でメリットの2つ目は、見てわかる通り柔らかい素材の中には複雑な配線もありませんし、その下の回路部とも物理的に分離していますので、上の柔軟素材部分に亀裂が入ったり、汚れたりするとその今載せるだけと書いているところを逆向きにこうなんかこう剥がすだけということで剥がして、また新しく作ったものを載せるだけでまた新しくなるというものです。メリットの3つ目は表面の微粒子部の位置推定ですので、柔軟素材が肉厚であってもやっぱり表面のその鉄粉が移動したものを取れるということで表面の感度が高いと。でさらに3次元的押し込みだけではなくて横にずれたということも分かると。もう少し言えば上に引き上げられたと、例えばつまみ上げられたということも3次元的な位置がもう離れたということを認識できますので、そういうのも取れるという方式になっております。ではこの技術を使いましてシリコンゴムを触覚センサーにした例の動画をお見せします。でこれは柔らかいゴムの左にありますようにシリコンゴムの中に鉄粉を配合して、そのゴムの触感のまま押し込み横ずれが測れるというもので、この真ん中の動画にありますように、円盤状のシリコンゴムの中央付近に黒い円盤状のものがあります。その黒い円盤状のところが鉄粉が混ざったシリコンゴムの部分です。その白と黒の今指で触っている部分は全ても柔らかいゴムだと。でその下に見えます肌色のこうプラスチックのものがプラスチック面、左にありますようにプラスチック面とあって、その裏側にコイル基板がこうつけてあると。でそこから中に配線が出て動画中の右上にありますようなこう計測基板に行っているというものです。で実際これが押し込んでいるところでプニプニと柔らかいのが分かると思います。でこの時に右に出ていますグラフは一番上からその押し込み方向の力成分と、真ん中が画面右方向の力成分、一番下が画面奥方向の力成分の計測結果になっています。でもう一度改めてお見せしますが、実際こう縦に押したのがプニプニと取れていて、右方向にやっても取れていると、奥行き方向も取れていて、なおかつこうハンマーのようなもので叩いてもその衝撃も取れているという形で、柔らかいものしか入っていませんので大きな衝撃が入っても壊れにくいというメリットもあり、大きくずれても中の配線がブチブチ切れたりすることもないので大きな変形も取れると。でなおかつ見ていただいたように感度も非常に高いと、でノイズも低いというようなセンサーが実際に実現できるということを見ていただけたと思います。でこのセンサーのいいところを先に力の推定精度の計測結果ですね。でこちらが今お見せしたセンサーがどのくらい
加わった力を正確に推定できるのかというのを評価した結果になります。で、結論から言いますと、平均で1ニュートン前後の誤差はあるという状況なんですけども、どの時間にどの向きにどのぐらいの組み合わせでその力が加えられたかという入力パターンは良好に推定ができるという結果になっております。つまり今加わっている力が正確に何ニュートンかみたいな、その正確な力の測定するという用途には向いていないと、そういう精度要求が厳しいところには難しいんですけども、そういうのが厳しくなくて、ざっくりとその入力パターンというのが分かればそれでいいと。その代わりその柔らかさ、素材が持っている柔らかさとか、そういう交換容易性とか、そういう特徴が欲しいという場合にはすごく向いているセンサーだなということが分かります。で、ここに示しております2つのグラフは両方とも横向きが計測時間、縦向きが力を示しています。左側の図は押し込み方向で調べた結果、右側が横ずれの方の力を調べた結果です。で、このグラフの中で灰色のものが実際に押し込まれた力の真値に近い値です。で、黒がこのセンサーによってコイル越しに推定した力です。で、赤色がその2つの誤差を示しています。これを見ますと、左側の図の方ではグレーと黒が、少し幅が空いて、下の赤で示したようなところですね、力の大きな変化が生じたところで1ニュートン2ニュートンぐらいですね、最大でもう少しいってますね、その力のその変化の量によって全然変わるんですけども、このぐらい の誤差が生じるものの、こうちょっと増えていって大きく下がってまた上がって、またしばらくずれていってまた急に下がって上がるみたいな、そういうパターン自体はしっかり取れているということが分かります。また右の方もこう矩形のような力の入力パターンをしっかりと追従できているという形で、このぐらいの誤差が許されるんであれば触覚センサーでこういうパターンが取れるという結果を示しております。で、ここからはこの触覚センサーが一体どういったところに使えるのかという例をお示ししたいと思います。まず一つはその今まで見せておりましたようなシリコンゴムに触覚機能を入れた例です。で、これは千葉大学のフロンティア移行学センター及び自治医科大学メディカルシミュレーションセンターとの共同研究でやっているもので、この左の図にありますようなこう柄の長い手術の器具を使って人の皮膚を模擬したような柔らかいゴムのものにこう縫合をすると、高難易度手術ですね、その主義の技能評価デバイスとして使うという研究が今は進んでおります。で、ここも動画を見ていただきたいんですけども、左でこう針を刺した時にこう青で示しておりますような横向き方向の方に力がグッと入ると、でこう糸を引っ張っている時でもこう値が出たりすると、でこう鉗子にこう紐巻きつけて取ってこう縫うんですけども、縫うというか結ぶんですけど、その時にも結んでいる時の力、XYZ 方向にどの向きにどのぐらい力がかかったかというのも分かると。で、またここから糸の先を、難しいんですけども掴んでやるんですけど、その掴む時にちょっと掴み損ないみたいなところをちょっとちょんちょん当たるだけっていうのもこうピークとして取れていると。で、またこう拾って縫うという時でまた複雑なパターンが出ていると。いう形でですね、実際にこういう操作をした時にこの縫われる側でどの向きにどのぐらいの力がどういう時間的パターンの組み合わせで入っているかということがこのセンサーによって計測できるということになります。で、この時にこのシリコンゴムのまま触覚センサーにできるということが、下に書いていますような3つのメリットを生み出しておりまして、まず人の皮膚を模擬して、いろんなところをこう縫う練習するわけなので、やっぱ硬さとかその弾力性っていうのもいろいろ変えられるのがいいというところも、そのゴム自体はいろんな硬さとか弾力を変えて作ることができますし、それをどう変えてもセンサーとしては機能しますので、そういう目的に応じたこの縫われる部分を作り分けることができると、でこれは一ついいところです。またそもそもこう縫っても壊れないというところもいいところですね。縫っても壊れずにそのまま計測が続けられるというところ、これそれも素材をそのままセンサーにしているというところから出てくるメリットです。また2つ目のメリットは、その縫った部分がだんだん傷んでいくと、もちろん穴も開いていきますし、
縫うごとにこうゴム自体もへたっていくという時でも、まあ、ある程度縫ったらその上のゴムの部分だけ剥がして、また作った縫ってないものをまあ置けばまた同じように計測できるというメリットの2つ目で、縫った表面だけ交換ができるというところがいいところです。また3つ目は先ほど紹介しましたようにこの感度がいいので、まあ、使い損ないも検知ができるということで、何回こうためらって刺そうとしてためらってるのかとか、そういうところもちゃんと取れるというところが、まあ、いいところでございます。それだけではなくて、他にも例えば触覚情報に価値があるかつ、まあ、感触や質感が重要な部分にはどんどん入れていけると考えております。例えば寝具や椅子のところに入れますと、それが人を見守るということにもできますし、手術や介護のような人に触れるようなロボットの先端だったり、柔らかいものを操作しなければいけない作業ロボットの先端にもつけられるだろうと。またすでに柔らかいものがついている例えば自転車のグリップ部分なんかにもセンサーを入れると、そこが何か入力装置になるということも可能です。また左下にあるようなロボット、ペットロボットだったり、家庭用のいろんな IoT デバイスだったり、その巣の表面にも皮膚として入れるということも可能だろうと思いますし、また右下にありますようなダミーですね、車の衝突した時にどのくらい人体に負荷がかかるかというところに皮膚センサーとして入れておくと、その各部皮膚の硬さに応じたものを作っておけば、どのぐらいのダメージがどういうふうに入るのかと、そういう人の代わりに負荷を受けて評価するという用途でも使えると考えております。しかし、いくつか実用化に向けた課題は当然あります。単純な先ほどお見せしたようなものなら簡単に実現できるんですけども、構成自由度が高い分、最適なその用途に応じた最適な構成っていうものをどうすればいいかというところのノウハウの蓄積というのは、いろいろ今後詰めていかなければいけないところです。例えばコイルに流す電流はどの程度にするか、コイルはサイズはどうするか、強磁性粒子として何をどれほど使うか、また強磁性粒子をどのようにして配置するかというところは、用途に応じてさまざまな構成があり得るだろうと考えています。でここまでは研究チームでやってきたんですけども、ここ以降は企業さんと組まなければなかなか進めないだろうと考えておりますので、本日ここに来ております。で例えば一例としては、ライセンスの契約によって、センサーデバイスを実際にいろんなものを購入して、作れるというものを製造販売していただきたいと考えております。で今回示しましたようにいろんな構成がありますので、そのユーザーがそれぞれの好みに応じて、好みの構成で触覚センサーを組んでいって、いろんなものが作れるという、そういうキットの製造販売を、お願いできればいいんじゃないかなと考えております。例えば、一つ汎用的な計測取り込み端末があると。でその後用途に応じてコイル基板をいろんなタイプから一つ選ぶと。そして強磁性粒子、柔らかいところもどれかを選ぶと。でこのキットで買っておいて、例えばこういう鏡のところにこういうゴム板のペトッと貼って入力装置にしたいと考えている企業さんは、それに沿ったものを買ってそういう商品を作って販売すると、そういうことができるようになると嬉しいなと考えております。あとこういう販売と並行して、いろんな組み合わせによって、どんな特性の違いが出るのかということが、その把握が進めれば、顧客の要求に応じて、これが一番ベストな組み合わせですよというのを提案できるという競争力も生まれるはずですので、こういうところを一緒にやっていただける企業さんを今探している状況です。最後にこの本技術に関する知的財産権と問い合わせ先を示して終わりたいと思います。この研究はここに示してますような川節匠先生と堀隆人先生と一緒に蓄積してきたところです。これをいろんな形で世の中に出して活用の幅が広まればと考えておりますので、ぜひここを一緒にやっていただける企業の方がいればやりたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。